ハイボルテージスケートボーディングのナオです。今回は R セクションで滑る上での基本であるトリック、パンピングについて解説していきたいと思います。コツ、ポイントなんかも紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。では行く。パンピングとは、ボードに乗った状態で重心移動を使い加速を得るテクニックです。ランプをはじめとした R セクションで滑る上では基本となる動作であり、このパンピングを駆使することでプッシュをしなくても滑り続けることができます。R セクションで滑るときの体の使い方を覚えるという意味でも、まずはこのパンピングにチャレンジしてみましょう。スタンスは、ノーズ側の足はノーズ側のトラックのビス上付近か少し中央寄りに置きます。テール側の足はテールのキックの上付近に置いておくと安定します。慣れてきたら基本的にはどんなスタンスでも OK です。上体は肩の力を抜いて顔は進行方向に向けましょう。ある程度の助走をつけて正面から R に向かって進みます。R の少し手前から膝を曲げ、軽くしゃがむような感じで R に入ります。曲げていた膝を伸ばし、上体から伸び上がるようにして R を登ります。この時、体の軸が R 面に対して垂直になるようにしましょう。 R を登り、ピークの高さまで来たら膝を曲げ、腰を落としてしゃがみ込みます。 R から戻ってくる時は進行方向が逆のフェイキースタンスになります。 R を下りながら曲げていた膝を伸ばすのですが、この時ノーズ側のウィールで R を押し返すように意識すると加速をつけることができます。以上の動作を繰り返すことによって、ランプなどで屈張せずに加速を得ることができます。ある程度助走をつけて R に入ろう。慣れないうちはスピードをつけて R に入るのは少し怖いかもしれません。しかし、あまりにスピードがなさすぎると R の入り口付近で勢いがなくなってしまうため、パンピングの感覚が分かりにくくなってしまいます。フルスピードでなくてもいいので、ある程度の助走をつけてチャレンジしてみましょう。足元ばかりを見すぎないようにしましょう。視線を足元ばかりに集中させていると、 R 目に対して体の軸を垂直に保ちにくくなってしまい、バランスを崩しやすくなります。下を向きすぎず、顔を少し上げて R 全体を見るようにするとバランスが取りやすくなります。しゃがみ込むときは R にへばりつくようなイメージで行いましょう。 R を上り、ピークの高さまで来たタイミングで膝を曲げ、しゃがみ込みます。この時、足元の R 面に押し付けられる力 G を感じながら R 面にへばりつくイメージでしゃがみ込みます。へばりつくようにしゃがみ込むことで、下りで膝を伸ばしながらしっかりと R を踏み込むことで加速を得ることができます。パンピングは R セクションを滑る上での基本動作ですが、 R ビギナーにとっては感覚をつかむまでは少し難しい動きだと思います。しかし、一度その感覚がつかめれば、 R に入るとき自然と体がパンピングの動きをするようになります。またパンピングは体全体の使い方を覚えるのにも最適な動作です。スケーターなら習得しておいて絶対損のないトリックなので、ぜひチャレンジしてみてください。以上、パンピングの解説でした。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタンと、それからチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄の方から文章で詳しく解説している僕らのブログと、それからツイッター、インスタグラム飛ぶことできますので、こちらもぜひチェックお願いします。以上、ハイボルテージスケートボーディングのナオでした。アディオス。